こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。6月15日水曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしてきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベドルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 昨日から今日にかけての為替相場は何といってもドルが再度135円を上,上抜けまして一時は135円50銭ほどまで上げるという形で一気にドル高の状況が続いていた形でございますが本日の東京マーケットに入りまして一旦上抜けしましたドル円相場は一時134円50銭約100ピプスの調整を強いられているというところでございます そして、その他の、ね、通貨ペアとしましては、ポンドとゴードル。これがクロス円ベースで弱い動き。そして、ユーロの方はね、若干戻しつつあるということで、この今日はビッグイベントの FOMC を控える中、各通貨ペアごと、特にね、相関が薄れておりまして、少しね、狙い玉が絞りにくい状況になっている状況でございます。そして、ドルストレートに切り替えていただきますと、 今まで、ね、ドルが一方的に買われている状況でございましたが、まあ、ユーロの方が、ね、今日は非常に強いということで大きく反発を見せている。まあ、1.04にタッチしたところから今は、ね、1.05に接近。えー、ただ、えー、ポンドや5ドルといった通貨ペアに関してはまだ、ね、下落トレンドといいますか移動平均線24、これを完全に上回ることはできていないという状況でございますのでね。まあ、FOMC の前ということで。 狙い玉を絞ってトレードをしていく必要があろうかと思いますので、まあ、想定通りに動いたらポジションを取っていく。このトレードポイントを今日は、ね、解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ね、個別の解説に入る前に、まずは全体の相場感ということで、株式相場、そして長期金利、こちらを見ていきたいと思います。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス151ドル。 終値で3万飛び364ドルということで0.5%、えー、こちらねダウがなかなか下げ止まらない状況が続いております。そして本日の東京マーケットもダウに引きずられて下げております。日経平均は前日比 -303 円、終値で26,326 26円ということで1%を超える1.14%の下落で1日の取引を終えました。 そしてね、えー、昨日ドルが強かったというお話をしましたが、それはアメリカの長期金利も現れておりまして、えー、今は3.4%前半、えー、そして昨日の高いところではね、3.5%に近づくということで、えー、ここね、えー、今日の FOMC、まあ、50ベーシスポイントの利上げ下75という意見も出ておりますが、まあ、そういったところを先取りするような動きで長期金利の方がぐんぐんと上がっている。 そして、日本の長期金利に関しましては、差しネオペの0.25%。ここをね、ちょいちょいと上抜ける場面がありまして、まあ、日銀はね、かなり追い詰められているというのは、この日本の長期金利0.25%を超えるところからも見て伺えるというところでございますね。えということでね、まあ、このような長期金利や株式相場、これらを見ていく形でございますが、なんといってもね、今日の経済指標はビッグイベント。 まあ日付は変わりますが、27時から FOMC、政策金利の発表ということで、50ベーシスポイントの事前予想、今回ね、75ベーシスポイントの利上げがあるかどうか、これは焦点になりますね。そして、その前でございますが、5月の小売り売上高、これもね、21時30分にありまして、事前予想がえ少しね、ハードルが下がっている前月比はございますが、結果の方はどうなっていくか。 このような形でね、アメリカドル、今日は大きく動くと思いますので、特にね、この時間帯を挟んでの、またいでのトレードはお気をつけいただければと思いますし、それまでね、狙い球を絞ってトレードをしていただければと思います。それでは、前置きが長くなりましたが、順番に今日のトレードポイント、見ていきたいと思います。まずはドル円から見ていきましょう。ドルの方は、昨日ですね、135円、前回の高値を上抜けるということで、一時ね、135円50銭。 まあこの辺りまで上昇したところでございますが、135円の上側で明確にサポートを受けることができず、一旦ね、えー、元のレンジになる134円50銭ぐらいまで戻ってきてしまった。下のね、133円50銭というのはしっかりとね、サポートが入っているのが続きますが、135円、こちらをね、上抜けてからのサポートが入らなかったということで、まあ、一旦 FOMC に関しましては、このね、133.50から135円、 まあこの間で FOMC を迎えそうかなというところでございます。まあ、その中でまあ狙い玉を絞っていくという形になりますと、過去レジスタンス、そして直近でサポートが入っていたところ、これを見ていただきますと、134.50ですね。ここの部分が過去のレジスタンス。そしてサポートも入っていたという形でございますので、この134.50、ここの部分で しっかりと陰線から陽線という平均足のチェンジ。これがすなわち、えー、サポートの、えー、意味になりますので、えー、このような形でね、134.50を明確に下回ることなく、陰線から陽線という、えー、平均足のチェンジが134.50付近で起こったところ。ここはね、えー、しっかりロングを取りつつ、135円を少し超えて、えー、これで、ね、昨日の高値を、えー、抜くのは FOMC 前には難しいからと思いますので、そこまで,で利益確定をしておく。 このようなところでね、トレードは絞り込んでいただいてもよろしいんじゃないかと考えております。よってね、今、陰線が続いておりますが、このまま134.50、これを割り込んでしまった場合はですね、少し優位性のあるトレードは難しいかなと考えておりますので、まあ、この134.50、これを割り込んだ場合には、特にトレードはせず、反発が入ったところのみ、134.50付近でですね、その場合のみね、ロングを取りつつですね、この134.50のサポートが効いたのであれば、 そのの根拠の下側にスストップロスを置くこのようなトレードで一旦狙い球を絞ってロングで考えていただいてはいかがでしょうか一つの意見として、ね、参考にしてください、はい、以上で、ね、ドル円相場の解説を終わりまして続きましてユーロ円の解説に入っていきましょう、はい、ユーロ円の方は結論から申し上げますと今日の、ね、FOMC 終わるまではトレードはしなくてもよろしいんじゃないかと考えております その根拠としましては、過去にね、サポート受けておりました141円ですね。ここの部分で、強度に入ってから上髭も下髭も出ているということで、非常にチャート的にはトレンドが出ていない、汚いね、チャートをしているという形でございます。まあ、こういった状況でありますとね、まあ、どちらに行ってもフェイクに引っかかってしまうということで、トレンド相場には見えない141円というのは、まあ、明確な、ね、節目、切り板というところもありますし、 あとね、えー、昨日のサポート。そして、えー、今日も動きがないというところから行きますと、まあ、このままね、えー、ぐにょぐにょしながら、プラスマイナス50ピプス。上は141.50。過去のレジスタンスラインですね。そして、下は、えー、これもね、過去のサポートとレジスタンスになりますが、140.50。まあ、このあたりをね、えー、141円を挟みながら、うろうろするような相場かなと。まあ、逆張りも有効かもしれませんが、特にね、ここはリスクリワード的にも大きく取れるわけではない。 まあこういったところから考えますと、特にユーロ円はポジションを取らなくてもいいかなと、他の通貨ペアでえ明確なサインが出たところで狙っていった方がよろしいかなと思いますので、どうなるかわからないところではポジションを取らない。よって今日のユーロ円はえポジションを取ることは推奨しないという形でございますので、どういったね解説かというところでございますが、こういったところはねしっかりと様子見というところもね、個人投資家は使っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、以上で、ね、ユーロ円の解説を終わりまして続きましてポンド円の解説に入っていきましょう、はいえー、ポンド円の方はは、ね、下落トレンドがまだ続いておりまして昨日の動画解説の場合ですと一旦移動平均線24を上抜けたところなので、まあ、その、ね、移動平均線の上側でサポートが入れば一旦ねロングを取ってもいいんじゃないですかというお話をしましたが ただ、ね、このまま移動平均線を下回って、ね、陰線が続いてしまったということで、下落トレンドを継続中という形でございます。そしてね、きょも東京時間、一旦移動平均線タッチしますが、また押し戻されてしまうということで、下落トレンドは抜けきらない。しかしながらね、きのの夜のところ、162円を下回ったところでサポートが入っておりますので、まあ、積極的に売りに行くのも難しいかなという状況でございますね。 ということであれば、今回ね、FOMC までは162円、ここの部分でも過去ね、出来高がありますので、162円を挟みながらの攻防になろうかと。まあ、基本的にはですね、この162円付近でサポートが入っても、再度移動平均線および162円ですね、これを割り込むところがあれば、ここはショートを狙ってもいいかなと。162円は明確な節目ということで、まあ、切り番ですね。 まあこういったところもありますので、反発が弱く移動平均線を超えたとしましても、再度このような形で陰線で移動平均線を割り込むとき。こういったところをね、しっかりとショートで狙っていくのみのトレードでよろしいかなと思いますので、この FOMC 前にね、例えばえこれはね、そこだと思ってロングを取ってしまいますと、大きくない動きということで上ヒゲ下ヒゲ。これでね、ポジションかられてしまうという可能性がありますので、今のところ FOMC、FOMC 前はですね、 しっかりと反発しても戻りが弱く、再度162円を下回る状況。まあ、こういったところでね、ショートを取るのみに、トレードはね、絞り込んだ方がよろしいかと思いますので、過去のね、この同平均線にタッチしてからの陰線、ここでね、割り込むところ、こうひたすら狙うというところでいきますと、今日も一旦反発が入って、162円から割り込む。この瞬間を狙っていくだけでよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とと,ともに参考にしてください。 はいえー、以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして、5ドル円の解説に入っていきましょう。5、はいえー、ードル円に関しましても、まあ、ポンドと、ね、同じような動きで、えー、昨日うも、ね、移動平均線24、こちらを上回る場面がありまして、その上がで、ね、サポートが入れば、一旦ロングを取れるかという、ねえー、期待感があったんですが、まあ、そのあたりは陰線で潰されてしまった、再度移動平均線を割り込んだという形でございます。 このような状況がね、今日の東京マーケットでも出ておりまして、移動平均線24を上回ったんですが、再度この93円と移動平均線を割り込むかどうか。昨日の例からいきますとね、これ割り込んだところでショートは取れるかなと思いますので、今ロング勢はかなり追い込まれている。となりますと、この93円を割り込む因線が確定するというところがあれば、しっかりとショートを取りつつ、92.50、昨日の安値ですね。このあたりで欲張らずに一旦利角をして、FOMC を望んでいただければと思います。 えということでね、今回5ドル円に関しましても、えー、戻りが弱く、再度移動平均線24と93円を割り込むところ、まあ、そういったところでね、しっかりとショートを取るというところに狙い玉を絞って、その他にね、動きがあった場合、まあ、上方向に行ってしまった場合、そしてサポート入らずね、このまま下がってしまった場合は、特にポジションを取る必要はないかなと。まあ、場合によってはね、FOMC までに、こポジションは取らないという選択肢もあろうかと思いますので、 皆さんの相場感とともに、一、えー、つね、今日はショート狙いを5ドル円は狙っていただく。このような考え方でいかがでしょうか。はいえー、以上でね、えー、クロス円の4ペア4通貨の解説終わりまして、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。はいえー、ドルストレートの方はユーロドルから見ていきましょう。えー、ユーロドルの方はね、えー、クロス円のユーロ円に関しましては、少しね、えーま、チャートが汚いというかな、えー、お話をしましたが、 ユーロドルは少しユーロが強く反発しているというところから、ここはね、一つサポート入ったところ、押しが浅くサポートが入った場合、そういったところはね、しっかりとロングを取っていただいてもよろしいんじゃないかと考えております。まあ、大きなね、下落トレンドが続いておりましたが、昨日一旦反発する。しかしながらね、また押し戻されてしまうんですが、ちょうどね、1.04付近。 このあたりでダブルボトムをつけまして、再度、えー、この1.0450、えー、ここを上回ってきたという形でございます。えー、ちょうどね、この1.0450、まあ少しね、昨日超えてきたところもありますが、ね、サポートが入る、えー、土壌はできているという形でございますんで、まあ、このまま上がっていってしまった場合には、えー、ここはね、ポジションを取る必要はないと思いますが、一旦押し目をつけて1.0450、この付近でね、 この上側で陰線から陽線に平均足が変わるところ。ここはですね、移動平均線24を味方につけつつ、いわゆるサポートにつけつつですね。まあ、ネックラインとは少しずれておりますが、ダブルボトムのネックライン付近での切り板という形でございますので、まあ、このあたりね、移動平均線と1.0450。この上側でしっかりと陰線から陽線に平均足が変わった場合。ここはね、ロングを取りつつ、 えー、一旦ね、この1.05という切り板。この辺りまでは、まあ、30ピプスから40ピプスとなろうかと思いますが、えー、これは利益を狙っていいただけるパターンかなと思いますので、まあ、このパターンに当てはまる時のみですね、えー、ポジションを取りつつですね、えー、このまま上に行ってしまう、えー。それともネックラインであります1.0450、ここを割り込んでしまう。まあ、こういったところは余計なボール球となりますので、これは手出しをせず、しっかりと1.0450付近でのサポートが入ったところのみ、 鉄鋼級ということで狙っていくこのような考え方でユーロドルはよろしいかと思いますので皆さんの相場感とともに参考にしてください、はい、以上でねユーロドルの解説を終わりまして続きましてポンドドルの解説に入りましょう、はいえー、ポンドドルの方は下落トレンドが続いておりましてとうとうね私が週末のところに引いておりました細かい線ですね 1.20付近まで下がってしまって、一時は、ね、1.20も割り込んでしまいましたが、もうこのね、ラインが消えているぐらい下がっている状況でございまして、安易にね、ロングを取る必要はないかなと考えております。昨日もですね、移動平均線24を上抜けて、その上がでね、サポートが入ればというお話をしましたが、この期待もね、虚しく、こちらは陰線が続いて移動平均線を割り込む。今日のところもね、移動平均線付近で一旦レジスタンスを食らうも、 再度ね、移動平均線に接近しておりますが、再度ですね、これも戻りが弱くて、直近の安値であります1.20付近ですね、ここを割り込む場面があったら、ショートを狙っていくというところがよろしいかと思いますね。もちろんね、このまま上がっていった場合は、少しね、優位性が薄いトレードになってしまいますので、その場合は見送りつつ、一旦ね、反発が入っても、再度1.20を割り込むところですね。まあ、こういったところは、一旦昨日の安値付近ですね、 ここまで走る可能性がありますので、まあ、そこをね、しっかりとストップロスをかけながら、えー、ショートを取っていく。このような考えをしつつですね、えー、30ピップス前後狙いつつ、えー、4MC を迎える前には、しっかりとポジションを決済しておく。このような考え方で、ポンドドルは今日はショートを狙うのみ、えー、上に行った場合には見送った方がよろしいんじゃないかということで、ユーロドルとは反対の,反対の考えでございますが、まあ、どちらかね、当てはまった方向でポジションを取る。 えー、そして、えー、想定通りの動きじゃなかった方は見送る。まあ、このような考え方でね、望んでいただければチャンスは出てくるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えー、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、続きまして、ゴードルベイドルの解説に入っていきましょう、はいえー。ゴードルベイドルも、えー、ポンドドルとね、同じような動きをしております。 えー、昨日は移動平均線24上回りまして、これは0.6950でございますが、その上側でのサポートが入ればロング取れたという形でございますが、結局は潰されてしまいましたよね。えー、再度移動平均線と0.6950を陰線で割り込む。そして、えー、今日はね、一旦反発があって、今は移動平均線付近0.69あたりをうろうろ,して、えー、うろうろしておりますが、 これはね、上に行くというところよりも、再度下に下がるときの方が速度が速いという形でございますんで、で再度ね、0.69を割り込むところ、ここのショートを狙うのみでよろしいんじゃないかと考えております。じわじわとね、上がっていくロングに対しまして、ここ0.69また割り込んでしまいますとね、速度早く、昨日の安値であります0.6850付近まで下がることが想定される。 ということであればね、FOMC 前に決着をつけるということであれば、ロングだとね、じりじりと上がる可能性があり、ショートでは早い。となりますと、ショートのみ狙う。その場合は0.69を1時間の平均足が陰線で確実にね、これは割り込む。そういったところが見えたところでショートを取りつつ、まあ、30ピプスから25ピプスですね。そういったところを利確ラインとする。 そして、損切りラインは、ポジションを取ったところから上側にもちろん置いておくというところがね、必要になろうかと思いますので、下手すればね、大底をショートしてしまうというところがありますが、損切りを入れれば、そういったところでもショートを取ることができるからと考えておりますので、そのあたりは、戻りが弱く、再度0.69を割り込むところ、ここを注目いただきながら、しっかりとショート目線で攻めていって、上に上がったところは、じり上げの可能性が高いので、見送る。このような考え方でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえ。以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたしますえ。本日はね、先ほどからお話ししておりますが、えー、FOMC のライブを、えー、やっていこうかなと考えております。でその前にね、えー、21時の通常ライブ、えー、これがね、えー、小売り売上高を見ながら、そして24時付近からですね、FOMC ライブをやっていきますので、今日はですね、えーまあ、コラボという形で CXR さん、 ヒロピーさんやユカティンさんが在籍してる、ね、ところでございますが、そこに私が、ね、お伺いしまして、コラボライブをやっていきたいと思いますの、ね、で、もしお時間ある方いらっしゃれば、ツイッター等で告知しますので、ご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日はね、FOMC スペシャルということで、ライブの方もやっていきますので、そちらでまたお会いしましょう。ポップがお送りしました。バイバイ。